この動画を見てくださってる皆様、本当にありがとうございます。前回作った動画、日ハムの次期監督の動画はご覧になりましたか？見ていないなら、別にご覧にならなくていい。このチャンネルでは野球の楽しさを変な角度からお送りするぜ。面白かったらチャンネル登録してください。今年もプロ野球も残り40試合を切る球団が多くなってきたな。セリーグもパリーグも混戦しているから、どこが優勝するかまだまだわからないぜ。シーズン終われば、次はドラフトや契約更改などが待っていて来年に向けての準備が始まっていくわけだ。来年の戦力が今年決まるようなものだから、いろいろなことで球団は頭を悩ませるだろうな。そうだな。今回は契約最終年で首元が寒そうな3選手を紹介する。まずはワン・ボーロン選手だ。台湾時代、打率4割、ホームラン40本の大記録を持ち、三冠王に輝くなど、まさに台湾の英雄だ。まさにダーワンだな。2018年にポスティング制度を利用して日本ハムと契約、3年総額4億円プラス出来高払いで契約に至る。ただ、NPB 初年度から台湾時代のような輝かしい実績を残せないまま3年が経過。最近はそこそこいい成績を残しているように感じるぞ。今年の成績と最近5試合の成績がこれだ。最近の打撃成績は本当にいいな。3年目のそれも後半戦で少し覚醒の兆しを見せているな。ただ、成績の割に年俸が高額でかつ守備面でも不安がある選手だ。契約は難しいかもしれない。構想外の可能性は高いのか？年齢が27歳と若く、減額してでも残留を望むなら、来季再契約の可能性もある。日本ハムの現状から考えれば、個人的には契約した方がいいと思う。微妙のところだな。次は中日の平田良介選手だ。ベストナインやゴールデングラブ賞など輝かしい実績、2018年には打率3割2分9厘を残すなどの選手だ。今年は変動相場制の最終年。ただ、ここ数年あまりいい成績を残せていないな。まあ、確かに最近名前を聞かないしパッとしないな。今年の成績と最近5試合の成績だ。1軍の最終出場が4月25日のヤクルト戦だ。過去の実績を考えれば、大幅減額で契約される可能性もある。ただ、ここ最近はあまりいい感じじゃないぜ。そうだな、中日が若返りを考えているなら少し危うい。もともと打撃能力があるから、環境を変えればいいかもしれないが。33歳と年齢も高めだ。少し難しいかもしれないな。平田選手にはまた返り咲いてほしいぜ。最後に楊大寛選手だ。日ハム時代は強打、攻守、俊足を兼ね備えた外野手で、2016年に巨人と5年推定年俸10億の大型契約を結ぶ。最近あんまり見ないよな。巨人の外野手の層が厚すぎるんだよ。現状でも、丸選手、松原選手、亀井選手、ウィーラー選手、怪我でいないが梶谷選手。三軍制でかつ FA でもバンバン獲得するから常に層が厚いんだ。ちょっとやそっとじゃ出場できそうにないぜ。最近の成績というか、最近一軍登録されたから今年の成績がない。これは崖っぷちだぜ。巨人の残り試合的に考えても活躍しないと来季は放出の可能性が一番高いな。本当にまずそうだな。年齢も34歳で仮に放出されたとして獲得する球団が現れるのかも微妙なところだな。今のところ一番過酷だな。今回は首元が危うい選手を紹介した。本当にプロって厳しいな。今日紹介した3選手が来季も野球していることを願うぜ。本日はここまでだ。高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ここまでご視聴、ありがとうございました。